本日ご紹介するギターはこちら、マーチン D45 1979年製のご紹介です。アコギ界のレジェンド、マーチン D45。 しかも近年大変人気があって品数が少ない70年代の D45 です。きっとお探しの方も多いのではないでしょうか。ちなみにあの福山雅治さんも同じ1979年製の前川清さんからいただいた D45 をお使いです。一体どんなギターなんでしょうか。これから皆さんと一緒に見ていきたいと思います。そして動画の最後ではプライスも発表します。今皆さんご存知の通り、70年代の D45 値段が年々高騰してきております。ではこの2023年7月現在のこのギターの価格、一体いくらなんでしょうか。お探しだった方、ぜひ最後までご覧いただきまして、ビビビッときましたら、ご自身の直感を信じてお早めのお問い合わせお待ちしております。このチャンネルはこういった価値のあるギターを紹介するアコースティックギター専門チャンネルです。今アコギをお探しの方、アコギが青春のすべてだったという方、これからもたくさんのアコギを紹介しますので、お見逃しないようにチャンネル登録お願いします。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。ボディ形状はおなじみのドレッドノートタイプ、塗装はオールラッカー塗装、トップ材シトカスプルース。いかがでしょうか。この4号ならではのキメが細かい上質な材を使用しています。サイドバック、インディアンローズウッドです。このまっすぐな真砂目、綺麗な材を使用しています。ネックマホガニーのワンピース、シバンとブリッジはエボニー、スケール約645mm、ブレーシングノンスケロップデックスブレーシング、ナット幅約 43.3mm で、シェイプは薄めの緩い V シェイプです。現行モデルのような幅広ネックが苦手な方、太いネックが苦手という方には大変弾きやすいレギュラーネックです。では D45 といえば豪華な装飾、見ていきましょう。ペグはオリジナルのゴールドのグローバーペグ、ヘッド付き板には憧れた方も多いと思います。マーチンの縦ロゴが輝いてます。ポジションマークはヘキサゴンインレイ、クロピックガード、そしてロゼッタ、シバンサイド、パーフリングにはインレイ装飾。サイドとバックにもしっかりと施されています。この時代のインレイはソリッドアバロンを使用しています。現行モデルのようなラミネートのギラギラ感はなく、上品さを感じられます。アコギ界のレジェンドにふさわしい大変豪華な仕様ですね。では気になるのがコンディション、まずマイナスポイントから。パッと見ほとんど分かりませんが、クラックリペア歴がこの辺りにあります。裏からパッチ止めがされており、しっかりとリペア済みですので、これ以上広がる心配はありません。ピックガードは交換されています。同形状で再度作り直し、そしてピックガード自体に上からラッカー塗装を施しておりますので、オリジナル品に近いクオリティです。ブリッジ裏のブリッジプレートが消耗してました。当店でしっかり補強しましたので、テンション感はバッチリです。それ以外は多少の小傷、ペグのくすみ、使用感は見受けられますが、目立つような大きな傷、ダメージはございません。また塗装の曇りやウェザーチェックが全体に入っておりますが、こちらはオリジナルフィニッシュです。この年代の D45、 オーバーラッカーがされている個体も少なくありませんが、こちらはオリジナルで大変貴重です。ストラップピンの増設やピックアップの取り付け跡もありません。フレットは7割ほど残ってますので、透明リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。この時代は SQ ネックになり、アジャストロットで調整ができないタイプになりますので、順反りしてる個体も少なくありませんが、このギターはまっすぐで元を決まりません。抜群のネックコンディションです。弦高は12フレット6弦側、約 2.7mm、 1弦側で 2.2mm と標準よりやや高めのセッティングですが、この時代のギターとしては正常範囲です。以上の内容から、多少のリペア歴、使用感がある個体ではありますが、1979年製の個体と思えば良好なコンディションではないでしょうか。そしてプレイアビリティも抜群です。いくら高級ギター、貴重なギターでも、このプレイアビリティに問題があれば決していいギターとは言えません。このプレイアビリティに不安を感じる方、過去に通販でギターを買って失敗した方、遠方の方に試奏せずに買うのが不安だという方にも安心してご購入いただけます。
私が自信を持っておすすめするマーチン D45 です。ではサウンドレビューです。1979年製の D45、 一体どんなサウンドがするんでしょうか。ぜひお聞きください。どうぞ。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。やっぱりいいですよね、70年代の D45。 現行モデルには出ないこのならではのサウンド、しっかりと感じられます。ではそのあたり少し解説をします。まずこの低音から聞いてください。この野太く深い低音、ドスンドスン、お腹にしっかりと響いてきます。そしてこの中高音、we'll be right back.
かがでしょうか。このローズウッドらしいきらびやかで美しい中高音、いつまでも鳴りやまないロングサスティン、これぞマーチン D45 の鈴なりサウンドです。そしてグランドピアノを奏でてるような重厚感、しっかりと感じられます。そしてブレーシングがノンスキロップドブレーシングということもありまして、この骨太サウンド、芯のあるサウンドというのがしっかりと感じられます。例えばこんな感じ、いかがですか。このスキャロップドブレーシングには出ないこのノンスキャロップのならではのこのサウンドが本当にたまんないですね。そして弾き心地ですけども、このナット幅が約 43.3mm のレギュラーネックなので非常に弾きやすいですね。近年モデルは幅広なので結構苦手だっていう方もいらっしゃるんですけども、そんな方にもですね、気持ちよく弾きやすい、そんなネックグリップをしてます。そしてこのギターの魅力、なんといってもこのフォルムではないでしょうか。この1970年代ならではのこの貫禄あるオーラというのがしっかりと伝わってきます。先ほどもお伝えしましたが、このギターは貴重なオリジナルフィニッシュになります。このオリジナルフィニッシュならではのこのウェザーチェック、この使用感というのがまたいい味が出てます。近年モデルには出せない、そんなエネルギーを感じる、そんな素晴らしいギターです。皆さんがこのギターを手にしたらどんな曲弾いてみたいですか。今回ですね、視聴者さんからコンド D45 を紹介するときはぜひこの歌を歌ってほしいというリクエストがありましたので、その歌を歌ってみたいと思います。私もですね、大好きな曲です。1986年の楽曲になります。もし知ってる方がいらっしゃいましたら、一緒に口ずさんでいただくとすごく嬉しいです。喜び勇んで歩く並木道、肩にセーターと下ろしたてのバスケシューズ、髪を翻し駆け上がる校舎、遠くへ遠くへと願う泣いてる。君のために ありがとうございました。皆さんもぜひ青春時代大好きだったあの曲、この憧れの D45 で思いっきり弾いてみてはいかがでしょうか。この D45 にまつわる思い出話、今日の感想、ご意見、俺こんな D45 持ってるよとか、あの D45 もう売っちゃったとか、いろいろなエピソードあると思います。ぜひコメント欄にお寄せください。私だけではなく多くの方があなたのリアルなコメント、エピソード、すごく楽しみにしてます。お待ちしてます。ではプライスの発表です。こちら1979年製マーチン D45、 価格は220万円税込みでのご提供です。いかがでしょうか。冒頭にもお伝えしましたが、この1970年代の D45、 本当に今弾数が少なくなってきてます。特にこういった状態がいいオリジナルフィニッシュのモデルというのは本当に少なくなってきてます。ぜひ70年代の D45 を探しだった方、今回の動画を見て心が震えた方、何度もお伝えしております、ギターも人と同じで一期一会です。憧れだったギターを手にして、限られたギターライフ、より充実した時間を過ごしてみませんか。そのお手伝いができれば幸いです。
ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で承ります。在庫状況につきましては動画概要欄、コメント欄に記してありますので、そちらの方を確認されてからお問い合わせください。このギターには憧れた方も多いと思います。マーチンブルーケースが付属します。お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想、ご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。励みになります。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせがあります。当店は各種 SNS 配信しています。 YouTube、LINE、Facebook、Instagram、Twitter ご登録していただいて当店の新入荷情報ゲットしてください。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店にはまだまだ販売を控えているギターがたくさんあります。ここ以外にもまだまだあります。この中に今あなたがお探しのギター、憧れだったギター、夢だったギターがあるかもしれません。今後のおっとりえチャンネルお見逃しないようにぜひ楽しみにしておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。